次冬が来てしまうから冬が来ないように秋から夏に戻して暑くなるようにゼロイトを呼んだんだありがとうかっこいいだろ実は彼のポテンシャルは我が輩は何の情報もなくもう心と心をまあ、我が輩は、職たち の, 椅子の上に並んでいるプロフィール表があるな、はい、ないものはちょっと言ってくれればこっちにもあるから、そこに、実はブラックダイヤモンドのこの我が輩スペースデーモン閣下という名前がついてるが実は我が輩だけ宇宙人であるおお、なかなか会えないだろ宇宙人にどうだ初めて会った今日の感想はかっこいいですありがとうその返事は分かってたよただ残念なことに今日この会場がこうオープンする前は、宇宙人が人間の体を借りてる状態をお店の方々は知っているそこからこの状態に、力入れると顔がスーッと白くなってこの状態になるんだ真似はできないぞ それではものすごい曲を持ってきてるので紹介しよういいかな心の準備はいいかなイエーイ心の準備はいいか心の準備はいいか近くの交代し Come on!
先代、ありがとうよ。イエー。なぜかこのブラックダイヤモンドの最年長である我が輩が4時間かけてメンバーを乗せてバスの運転手かって感じだ。ただいつもと違うのは、我が輩通常地球上で住んでいるもの自宅と呼ばれている館からこの格好でこういう状態で地球上で交通手段として使っている車というものを自ら運転席に乗って、メンバーはまだ悪魔になりきってない状態を引き連れて街中を練り歩いているわけだ。イエーイ、いいのスペースかか。面白いのは、信号で止まると隣がやたら騒がしくなる。テレビでみたいな。で見てあげるともうこんな状態で出てくる。だからゆっくりお辞儀してあげると向こうも改めてお辞儀してるから。そんな日々を普段過ごしているその館のメニューを持ってきたぞ。悪魔の森の奥、浅く深く深くだな。一見何の変哲もない古い屋敷。いや、カメラを向けられるとついポーズを取ってしまうこの癖。少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえるとか。ちょっと待った。少女の悲鳴にも似た叫び声、もう全員が今ボルテージが上がってるから、今日は最高のブラックダイヤモンド見れるぜ。どこまで話したっけ。そう、少女の悲鳴にも似た叫び声が聞こえるとか。何年か前まで少女だったわけだな、素晴らしい。なぜかこの最前列美女美男子が揃ってる。2列目3列目、さらにランクが上がってすごいな。そっちもこの空間になんと諸君たちの目には見えない我が輩の宇宙からのしもべたちが実は見に来てるんだ。おお、ほら目をつぶってごらん、目をつぶってごらん。目をつぶれないのか。あ、もともと目をつぶってんのか。どっちなんだ、開いてんのか。ほら右の肩に我が輩の仲間が、ほら目が開いてるだろ。ほら仲間たちが来てる。お前も老人形にしてやろうか。お前、芸能人の誰かに見てるね。そう、誰か。お前も老人形にしてやろうか。老人形の館、仙台。
時チチクがずれてんだそう、なぜかというと我が輩がこの仙台というこの地に宇宙船を持ってきているおかげで、チチクがなんと冬に向かっているわけなのが、我が輩の乗ってきている宇宙船が諸君たちの想像を絶するものすごい規模のインデペンスデーペンデンスデーって見たことあるか、映画。あんなもんが来てるから今より。で、なんと我が輩は実は栃木県という、人間の姿を借りているその地で献血とコラボをするドラキュラロックフェスタというものをやっている。見た見た見たか、ドラキュラロックフェスタとは日本赤十字と我が輩がコラボして、我が輩がこう若いね、もう血液が元気だ、まあ、おじいちゃんおばあちゃん呼んでも献血できないから若い子を揃えるから一緒に組まないかと言ったら喜んで来てくれたぞ。それもでっかいバスを持って来てくれたんだ。おブラックバス違うあ、それはね、あのブラックバス嬉しいんだけど、白いバスに、赤の我が輩がちょっとね、あの仲間集めたこの仲間たちが嫌うようなちょっとマークなんだけども、まあスンタラスでバランスがいいからこうちょうどプラスの形になってるんだな。それであれば、こちらの素晴らしきメンバーたち悪魔たちは大丈夫だ、スンが足りないからこれだったら、やけどすることはないなということで昼間でも引き連れてミサをやるぞって言うとやりましょうと言ってくれる素晴らしい仲間にもう一度拍手。地元ではこうベラベラと喋ると閣下ボールが出ないうちに早くやりましょうとジェイル熊倉が騒ぎ出すんだよ。もう次に行きたくて行きたくてしょうがないんだけど、ここはやっぱりじらさないとな我が輩じらすのが実は得意ではないんだが、今日は初試みでちょっとジェイルをじらしてやろうかな。テクニシャン閣下あんまりね、あくまでもどっちかというと諸君たちと同じ男女で言ったら男の部類だから、男に我が輩がアプローチしてもしょうがないよな。いりません。それではさらにおしゃれなメニューを持ってきている、おしゃれなメニューを持ってきている諸君たち、あ、これは知っていると、もし頭の隅っこをよぎったらぜひ、我が輩と一緒についてきていただきたい。お、しばらくだな、覚えてるぞああ、ごめん、分かんなかった、ちょっと分かんなかった、でも嬉しいです、嬉しいね、嬉しい。まあ実は今日こういう形で我々と会った諸君たちがもし来年またこの場所でこのミサをやった時に会った時は今よりももっと感動を味わえるぞ。約束しよう、その時は我が輩がお土産を持ってこよう。あまり嬉しそうじゃないな、じゃあお土産はやめよう。お土産欲しいのか。よし、カンペオカンペオカンペオ、ブラック餃子、ブラック餃子、いやいや、あ、それいいかもしれないね。ブラックカンピョ、ブラックカンピョ、ブラックマヨネーズ、わけわかんなくなっちゃう。いいね。それでは知っているものはついてきていただきたい。ジェイル頼むぜ。Yeah!
でこんなに我が輩が楽しいと言えるか。ありがたいことに、先ほども言ったように最前列の含め2列3列4列5列はないか。窓の外だ。実は向こうのほら路上にいる妖怪たちがこっちを見て手振ってる。バイバイ。それ見えちゃいけない。そうか、我が妖怪が見えてしまった。なんか妖怪、イエーイ、親父ギャグ。あの誰も聞かないので我が輩の年齢を聞いてくれ。いくつ？100万と53歳だ。長生き。ほら諸君たち、例えばこのまで我が輩がお金を持ってきて、お金をあげるよと言った時に10万円あげるっていうのと100万円あげると、どっちが響きがいい？100万円。そうだ、いいところに気がついた。それが聞きたかったんだ。今そこで10万と言ったら首を絞めてやろうかなと思ったけど、ありがたいことに100万で響いたね。そういうことで我が輩はなんと宇宙から来ているおかげで100万年も年を食ってしまった。そして地球上の諸君たちと同じ人間の姿をした体を借りた時に、実はもう53歳という年を食っていたというわけだな。本当はもっとドラムの来年みたいに若い体が欲しかったんだが、イエーイ、来年若林。イエーイ。あのこれからメンバー紹介するから慌てないで。それでは素晴らしいこのブラックダイヤモンドのメンバー紹介をしよう。諸君たちに我が輩が一人と呼ぶんだな。一人ずつこう紹介していくから、その時は盛大な拍手を持って迎えるように。それでは諸君たちから向かってレフトサイドオンギター、ジェイル熊倉。同じ素材が見つからないぞ。ジェイルクマクラ、もう一度ジェイルクマクラの盛大な拍手を。そして諸君たちから見てライトサイドオンギターセイビチョーカー、ご当地名物スーパーベーシスト、盛大な拍手を持って迎える地元だぞ。我が輩の諸君たちから見て、我が輩のレフトサイドだな。諸君たちから見て我が輩のライトサイドだ。諸君たちから見てレフトだ。オンベースゼノンイーター。
パワフルなボディは牛タンのおかげだ。健康。もう一度世界の拍手を。ありがとう。もう同じような話を繰り返すことになるが、我が輩が誘った時はもうすぐに行きます。すごいだろ。すごい。おかしい。おかしい。ありがたい。さあ、さらに、つい最近、ずっと我が輩が忘れていたわけではないんだが、キーボードとしては3人目になる。おすごいのは、ブラックダイヤモンドというこのバンドは、人が変われば変わるほどどんどんグレードアップしていく。さあ、キーボードを紹介しよう。ブラックダイヤモンド、オンキーボード、怪人チマー。今、ハトが出るよ。ハトが出るよ。出た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 、ハト一匹だけ出る。カラス。頭のソロ。実は新婚さんだ。面白いのは、練習があるよと、なんかこのブラックダイヤモンドの練習をジェイル熊倉が、この地球上のソーシャルネットワークの一つ LINE というものを使って、練習やりますって言うと、返事が早い。いけません、行きません。でその返事を見て、我が輩とジェール熊倉は顔を見合わせて、うんうん、新婚だもんな、新婚なのに家庭壊しちゃいけないもんな、うんうん。実は、我々が10回練習するところ、彼は1回だけ来れば十分間に合ってしまうことの義を持っている。あまりここで持ち上げすぎると練習来なくなっちゃうから。まあ練習を一緒にね、我々とやってるおかげで非常に諸君たちにも今日は素晴らしいメニューを届けられるという素晴らしい環境であるわけだな。それでは次の曲とボケたりなんかして最後にドローンを紹介しなきゃいけないね。そう、実は前回のミサで紹介するの忘れて、本人がアピールしてるの。トントントンと太鼓叩いて、俺。さあ、彼もエピソードがある。なんと、彼はドラマーとしては実は3人目だ。3代目のドラマーだ。で、ちょうど3人目のドラマを探している時に、栃木県は宇都宮市のある遊技場に我が輩がトイレを借りに寄った時に、我が輩の地球上で連絡を職人たちが取るスマートフォンっていうやつが鳴った。見たことのない番号が出てた。普通だったら出ないだろ、名前が出ないんだから。迷った。30秒、どうしようかな、出ようかな、出まいかな。ただスマートフォンから底知れぬ陽気が漂ってきた。陽気だぞ、こいつは結構楽しそうなやつだな。そっちの容器かと突っ込め。そして電話に出たら、もしもし、ブラックダイヤモンドの閣下ですか。自分世紀末信者です、ぜひやらせてください。おお、マジで。我が輩はその遊戯場のトイレを借りることも忘れて、急いで車に乗って、渋滞に挟まれて、漏れそうな下半身を押さえながら、やばい、ドラムが見つかった、早くジェールに教えなきゃ、なんだこの渋滞は、電話がつながらない、うわー、いやー、あの恐怖感、まさに今日のミサと一緒だな。スリルとアドベンチャーが一緒になった、スリルアドベンチャーだ。なんで今日こんなに饒舌なんだろう。困ったな、なんか演奏よりもずっと喋っていたよ。それでは
おしゃれな曲をなんてね紹介しよう。オンドラムス、オンドラムス。いやここですぐ気がつくのが頭がいいでしょ。オンドラムス、来年若林。イエーイ。が混んでるだろ。今足が3本出てくるぞ。いや3本目の足が出ちゃったりなんかして。やめろ。諸君、来年若林。イエそれでは、今日この我々ブラックダイヤモンドを呼んでくれた、大気圧の、ムッチーカッカ、本当にありがとう、本当にありがとう。さあ、ブラックダイヤモンドの人が拍手をしよう。素晴らしい。我々をこのミサが終わった後、実は大気圧が後から出てくるから、その時に我が輩もたまに混ざったりなんかするので、邪魔だからどけって言えばどくので言っていただきたい。そう、それではその素晴らしい大気圧に拍手をいただいたので、次にこの会場に来てくれてるお客様に盛大な拍手を。ありがとう。そしてこの素晴らしいブラックダイヤモンドと大気圧のこのコラボレーションしたこのミサにこの場を貸してくれたペニエレイ2世の拍手を。そしてそのペニエレイの家族に盛大な拍手を。実はこのミサが始まってからすぐソーシャルネットワークを介して Facebook のライブ動画も全部流れてる。だからちょっと全員ちょっと立って後ろ見てくれ。カメラに映るから、ほら、お、大丈夫大丈夫、ほら映ってる、ほら映ってるよ、ライブ動画ね。あとは、YouTube にも出るから、お、うん、もし名前を書き込んでほしいとか PR があるものはぜひ言ってくれたまえ、うん、ああそうって聞いてあげるから。それではおしゃれな曲を聴きやがれ、セイブヨアソウル。
残す